ヒバリクロブグラウンドの皆様、こんにちは。武田邦彦です。えっ、ー、と、今日は、落語会講座の5番目ですね。まあ、まだ家族と人生のことをお話し、ずっとしていかなきゃいけないんですが、やっぱりよく考えて発言しなきゃいけないし、被害を受けた人とか、そういう人のためをまず考えなきゃいけないという意識で、今日はあまり、ただ恵まれない人、声の小さい人、 被害を受けた人はですね、やはりなかなか難しいので、そちらから我々は考えなきゃいけないというふうに思っております。まあ、私、ただですね、結婚するのは両性、男と女の合意だけだということじゃないと思うんですよ。やはりもちろん男と女が合意しなきゃいけないんですが、その裏にね、自分たちは子供ができる。その子供に対しても責任を持たなきゃいけないという意識がね、 やっぱり非常に強くなければいけないというふうに思いますね。まあその点では結婚をするときに自分たちは子供を持つんだと。その子供が、まあ二十歳でも十八歳でもいいですけども、ちゃんとした大人になるまでは自分たちの責任でやっぱりちゃんと育てなきゃいけないという気持ちが必要だと思うんですね。この気持ちが非常に強ければ、おそらく離婚も減ると思うんですね。 減るっていうか別に離婚を減らしたいと思ってんじゃなくて、やはり結婚するときに強くね、自分たちをお互いに愛してるけど、それ以外に、その結果として子供が生まれたら、二人でね、責任持って子供を二十歳まで一般にしようということがね、二人に結婚する二人に強く感じられてたら、やっぱりそれは結婚生活の途中で何か揉め事があってもね、 それを克服する一つの力になるんじゃないかと私はそう思います。